次のニュースです。こちらご覧いただいていますのは反捕鯨団体シーシェパードが日本の調査捕鯨を妨害している様子です。日本政府は初めてこの妨害活動を理由に調査捕鯨を中止する決定をしました。しかしその背景には海洋資源をめぐる外交的な思惑も透けて見えます。こちら山口県下関市は古くから捕鯨の町として知られています。調査捕鯨のための船も下関港から出港しています。下関市は今も町のあちらこちらにクジラ料理の店が軒を連ねる。そんな町のありように影響を与えかねない決定が政府から発表された。農林水産大臣午前の会見。乗務員のまさしく生命財産及び調査船の安全を確保するという観点からやむを得ず調査を切り上げると。これは今月9日、南極海で日本の調査捕鯨船が撮影した映像だ。政府は今日3月まで行う予定だった南極海での調査捕鯨を中止することを決めた。理由は反捕鯨団体による妨害活動だ。捕鯨船に接近してくるのは反捕鯨団体シーシェパードの船ゴジラ号だ。ロケット撃った。接近したシーシェパードの船は発煙筒や発火物などを発射。捕鯨船の甲板が焼ける被害も出ている。妨害活動は先月1日から9回にわたって繰り返されてきた。捕獲できたクジラはおよそ170頭と目標の5分の1にとどまるという。現在も母船であるところの日進丸が追航を受けておりまして、船団の安全を確保するということが困難になってきております。妨害による調査捕鯨の中止は今回が初めてだ。今も日本の捕鯨船を追跡中だというシーシェパードの代表が我々の電話取材に答えた。妨害活動が続く中、来年以降の調査捕鯨はどうなるのか。政府でも検討中だという。近代式捕鯨発祥の地とされているここ下関には今もクジラ料理を食べられるお店が100店舗以上あるということです。商業捕鯨が中止になり調査捕鯨に変わっても下関市ではクジラを食べる食文化が今も残る。こちらはクジラの肉の卸と加工をされている会社なんですが、冷凍庫を見せていただきます。失礼いたします。あ、たくさんの段ボールが積んであります。あ、大きなブロックでこう保管してあるんですね。そうですね、これ船の中でですね、はい、クジラを解体してこのぐらいの大きさにしまして全部あの箱に入れるわけなんですよね。丸子商事は戦前からクジラの卸をしている。今回の中止をどう受け止めているのか。今後どうなるかですね、これが続くのか、それともある程度改善されて取れる状態になるのか、どうなるかまあ分かりませんから、その辺の不安はやっぱりあります。クジラで活性化を図る町も戸惑いを隠せない。神奈川県横浜市の野毛地区は戦後クジラ肉を売る露店が並びクジラ横丁としてにぎわってきた。2年前からクジラ横丁の名前を復活させキャンペーン活動も行っている。何か悪いことしてるようなとかそういうこうイメージが定着するのがちょっと嫌ですね。日本の市場に出回るクジラのほとんどは調査捕鯨で取られたクジラの肉だ。調査副産物として売られている。食料として利用していく、それからあの副産物はそういう利用ですけれども、科学的情報がいっぱいあるわけですから、それを取ることによってですね、
事前に地球環境を守る対策も講じうると、そういう役割を持ってるわけですね。かつて IWC 国際捕鯨委員会の日本代表代理として調査捕鯨を推進してきた小松正幸教授は、中止の決定に憤りを示した。合法な活動をやってて非合法から妨害されて逃げ帰るということは、逆に言えば生命の危険を感じながら合法的なですね、非合法を排除するという活動をしている人たちにとってですね、すごくマイナスだと思いませんか。悪しき前例だと思いますよ。今回の調査捕鯨中止の背景に海洋権益をめぐる問題があると指摘する声もある。オーストラリアの南極海と南極大陸っていうのに対して非常に強い野心を持ってますんで、まあ、そういう意味で非常に日本の捕鯨が非常に邪魔になってたと。クジラに関して立場が異なるオーストラリアだが、一方クロマグロに関しては日本とともに漁獲規制に反対する数少ない国家だ。調査捕鯨をめぐってですね、日本とオーストラリアの関係が非常に悪くなるということを考えるとですね、まあ、調査捕鯨からここでかかっている外交コストをですね、まあ、一旦下げて、でその代わりに、まあ、例えばマグロの問題でオーストラリアの支持を得ていくとか、まあ、そういうことに向けていこうという、まあ、目論みがあるんじゃないかなと思うのですね。まあ、思惑がここにあるように渦巻いてるとしたらもうはっきりとわからないんですけども、ただあのシーシェパードの船がどんどんなんで進化できるんだと、どっから金が出てんだ、どういう国からどういうところから出てんだってことを想像すると、結果海洋権益というところにもつながってくるのかっていうのがほの見えたところで終わったんですけども、さあ次いきます。